キチャンネル。ちょっ、こんにちは。さあ、WBC のですね、はい、映画が、うん、こうね、公開されてまして、はい、いろんな問題ありましたけども、うん、無事に公開されてですね、はい、盛り上がったじゃないですか、うん、仮に、はい、今、うん、WBC があったらです、うん、はいはいWBC があったら、今あったら、うん、どういうメンバーになるかっていう、はい、今です。この2ヶ月でどれだけ変わるかって、明日あったら、はい、2ヶ月ででもやっぱ変わりますよね、多分変わるんじゃない、ね、成績だったり怪我だったり、うん、まあ、メンバーでいうと、うん、15人ピッチャー、はい、で3人キャッチャー、うん、内野8人外野4人、はい、うん、これを里崎ジャパン、はい、明日もしあったらで、はい、これメジャー呼んでこられるんですか。いつ呼んでこられます、はい、うん、でピッチャーはリリーフが1、2、3、4、5、まあでも先発4人だったよね、大体。そうですね、うん、先発4、うん、はい、大谷投手、ダルビッシュ投手、山本由伸投手、佐々木朗希投手っていう4人がベースですね。そうだね、はい、だから 4、5人だね、うん、先発 4、5人、はい、抑え、まあ、3人ぐらいの中で、うん、でリリーフが残りっていうことですね。残りだからもし5だったら7、7だね。じゃあそれ考えよう、はい、先発、まあ大谷だね、はい、これはもう間違いなく、はい、間違いなく入るね、はい、で続いて、うん、村上だね。入れます。これはもう入るっしょ。あんだけいいピッチングしてて、はい、入らないわけないよね。そうですね。まあ、今の成績で言うと。うん。うん、で、うん、佐々木だね。はい。これはもう入るね。で、菊池雄星だね。ああ。いい形だからね、今。はい。結構。左だし。でも村上投手入ったら大竹耕太郎投手とかじゃ大丈夫なんですか。防御率めちゃめちゃ低いですよ、 0.71 っていう、6勝0敗。それ入れたいね。え、どうですか佐藤さん的に、もう見てピッチングどうですか。いや、いいよ、素晴らしいよ、うん、でも経験もいるからね、宮城とかもいるからね。そうなんですよ、うん、大竹、村上、才木だもんね。才木いいね。この間完封してましたしね。うん、うん、パリーグだったのは、え、セリーグの防御率トップ大島いいね。ダルビッシュ、え、どうですか佐藤さん的には。リリーグもできるしな、はい、ダルジョクいるやろ、あとデータもあるからな。あとやっぱチームをまとめてくれるって意味では、うん、その、うん、やっぱダルビッシュ、いるな、うん、先発5人、はい、でリリーフ、まあ、リリーフの中に宮城ね、はい、山本由伸投手入んないですか。ん、山本由伸投手は、いや、ここに入るから、ここに、あ、リリーフの方で何かに、うん、山本ね、はい、抑え今だと増田投手とか、お、まっすぐいけるね、まっすぐいけるね、増田ね、はい、ロッテ、はい、田中正義いっちゃいますね。田中正義いっちゃう。でも岩崎もいいからね。そうですね、うん、大勢投手とか、あ、松井裕樹、松井大丈夫ですか。でも防御率今のところ 0.56 ですよ。そうだね、じゃあ松井だね、はい、リベンジだね、はい、リベンジ、そう、出番がなかったんで前ね、うん、これじゃあもう田中正義入れとこ、おお、サプライズで、おお、で、これリリーフに、はい、岩崎入れよ、あ、ね、いいですね、はい、で、まだあと4人リリーフ、はい、でもロングリリーフもいるからね。伊藤大海投手とかをこう入れてたような、うん、うん、そうまあ伊藤も今いい感じだけどね、うん、あれ、戸郷投手は戸郷、そうだね、はい、でもそしたらもう才木だね。あー、おー、やっぱいいよ、佐々木朗希に勝ったからね。そうですね、うん、明日だからね、はい、昨日めっちゃいいピッチングしてるから、はい、旬大事だからこういうのはもう旬大事だから、明日だから、はい、あと3人。でもそれはもう大竹入れてあげなきゃね。そうですね、いいピッチングしてるからね。明日ですもんね、明日だから、明日から始まるから、はい、阪神多いな、うん、それはだって首位だからね、はい、まあ、防御率もめちゃめちゃいいですからね、うん、あと2人、うん、そしてやっぱ戸郷だな、はい、あとは防御率でいうと床田投手とかもすごい、うん、いいですね。津森もいいからね、うん、リリーフ清水入れとこ、おヤクルト、はい、これでそこはもう佐藤さんの好みですから、うん、そう、明日だから、はい、うん、これでピッチャー、これで15人、うん、先発は大谷、村上、佐々木、菊池、ダルビッシュ、おでリリーフに山本、宮城、はい、佐伯、戸郷、大竹、清水、岩崎、はい、
で抑えが増田、松井裕樹、田中誠也。おー、わー、変わりましたね。これでいいよな。はい。え、だいぶ違いますね、メンバー。うん。キャッチャー、もう大城やな。はい。今いい感じだからね。うん、でもパリーグだと、結局下位になるよな。でもそしたら、あの、ね、春見たらやっぱ中村も入れとかなきゃいけないからね。うん、一緒だね。そうですね、一緒だ。森も入れたいとこだけどね。はい。まあこうなるね。うん、大城のスローイングとかめっちゃいいからね今。うーん、ファースト、うん、ファーストは大山から、うん、岡本、村上が選ばれないっていうね。選ばれないですか。うん、ちょっと今明日だから。明日か明後日、うん、まだちょっと上がりきってない、うん、え、サード宮崎や、うん、そうですね、うん、サード宮崎、うん、ショート坂本、はい、上上がってきたからね、うん、セカンド牧や、ファースト岡本。え、セリーグ？あ、そうだね、みんなセリーグ。ほんとだ。はい、パリーグいないよな。あ、うん、内野源田選手がもう、まあ、出てきたばっかりだから、出てきたばっかだから。ああ、そっか。え、いないかも。いないよな。でも控えに、はい、加藤剛入るから。お、加藤剛介、最近ノリノリの、うん、いろんなポジション、複数ポジションいけるから。はい、メジャーで勝負しよう、うん、WBC ね。そうですね、うん、あ、外野、はい。でも今万波選手もノリノリですけどね。万波、細川もだよ。そうです、あ、細川選手今めっちゃいいじゃないですか。うん、え、ちょっと待って、難しいね。はい、難しい。今旬の人ってちょっと全然違うんで、うん、1チームずつ考えようよ。はい、そうですね、うん、これもう、候補者をね、はい、外野で言うと、うん、じゃソフトバンクはやっぱ柳田だね。ですか、うん、まあ、柳田、近藤、はい、でロッテ、はい、おらんな、はい、いや、それは無理やろ、はい、今は。そうですね、今は、うんうん、楽天、無理やな、はい、西武、無理やな、はい、オリックス、まあ、杉本選手、あ、まあそうやな。あ、でもちょっと代打送られてたからな、この前。まあそっか、ちょ、無理やな、うん。あと日本ハム、はい、万波やな。バリーはそんなもんか。あ、もうこんな感じですか。そうだね、だってあとオリックスいないでしょ、まあ、あと吉田正尚選手がメジャーでっていう感じですね。ああ、吉田だね、外野はね、はい、吉田、あと鈴木誠也メジャー組で。あとちょっとヌートバー選手。あ、ヌートバー怪我しました2日前に腰の。あ、じゃあ選ばれません、ね、惜しい、ヌートバー選んでたのに。じゃあ、で巨人、はい、秋広、うん、ヤクルト、おらんな、うん、阪神、近本、はい、広島、秋山、うん、あー、そうですね、センター秋山やな、うん、ヌートバーに変わりまして、はい、DeNA、 今だったらまあちょっと関根頑張ってるけどね。で、中日、細川、はい、岡林、うん、外野こんだけだな、はい、ちょっと待って、今でもレギュラー決まったのよ、はい、宮崎、坂本、牧、岡本、はい、吉田、秋山、鈴木誠也、パリーグがいない。で、DH、大谷、はい、え、いないの。いなくないですか、パリーグ。吉田メジャーだから。いや、もうそれは仕方ないよですね。でもそしたらよ、うん、内野、外野4でしょ、はい、吉田、秋山、鈴木いるから、はい、あと一人、うん、周東やな。ああ、そうですね、いるもんな、あれ見てたらいるよな、はい、足必要ですよね、うん、周東、うん、じゃあもう外野、今全員名前出したけど誰も入りません。そんな、え、外野そんなに。外野4人だったから。4人しか選べないんだ、うん、周東。でもダイソー要員としてやっぱり周東いるよな。いますね、あれ見てたらな、うん、あれはだって必要でしたもんね、うん、で、じゃあ内野8人、1,2,3,4,5、あと3人加藤選んでるからね。あ、加藤豪志選手ね。でもそしたら二遊間源田はいるな、うん、守備としてやっぱり源田いる、はい、源田守備、うん、ユーティリティな、うん、マッキーとか。マッキーじゃいるな、やっぱりマキアラいる、やっぱいるな、マキアラな、やっぱ今になっても、そういうところで、うん、今活躍してるとかどう、まあ、活躍してるけどね、はい、どうとかじゃないもんね、うん、1,2、あと1人だから、山川的な代打の、山川的な代打の人がいるよな。さあ、そういうポジションの人ですね、はあ、うん、今で万波
ファーストを守れるよ、うん、しかも未来侍ホームラン打ってるからな。そうなんですよ、サポートメンバーで入ってね。ここも万波やろ、入れとこう、ね、今ホームラン打ってるから、うんうん、いやこれじゃない、じゃあこれで決定じゃん。はい、これで人数揃いました。じゃ内野8人が岡本、牧、坂本、宮崎、はい、吉田、秋山、鈴木、菅谷ですね、うん、あ、内野か、はい、宮崎、坂本、牧、岡本、はい、で加藤、加藤豪介選手、うん、で、牧原、源田、万波、はい、で、8人、うん、で、吉田、秋山、鈴木、はい、とシュート、シュート選手、うん、で、野手、はい、で、万波は外野もファーストもいけるし、うん、で、ユーティリティ、守備、ダイソー、牧原選手とか、うん、入れて、うん、加藤もね、サードもセカンドもファーストもいけるしね、うん、で、キャッチャー3人でしょ、はい、大城、甲斐、中村、うん、で、ピッチャーローテーション大谷、村上、佐々木、菊池、ダルビッシュ、はい、で、宮崎、山本、佐伯、東郷、うん、大竹、清水、宮城、はい、増田、松井、田中、正樹、お、どうよ、おー、いいんじゃないですか。明日あったらね、はい、面白いよね。忘れてる人いないですよね。いない。打順、はい、一番誰だったっけ、もともとヌートバー、ヌートバー、あ、一番秋山でいいやんじゃん。あ、そうですね、あ、もう完璧じゃないですか。近藤いないからね。2番近藤選手でしたもんね、うん、そこに誰を置くかですよ。2番吉田ちゃん、正隆、めちゃめちゃいい活躍してましたけど、3番大谷、もっと知られてるんですか、うん、3番大谷、4番鈴木誠也、はい、あ、4番行くんですね、うん、5番岡本、6、7、8、牧、坂本、宮崎だね。で、9がキャッチャーだからね。はい、こんな感じじゃん。はい、うわ、半分ぐらいメンバー違うんじゃないですか。新しく入ったのが村上、はい、ね、菊池雄星、はい、で、清水、うん、岩崎、佐伯、はい、大滝、大竹、松田、田中、正義、半分ぐらいじゃん。で、野手は坂本、宮崎、で、鈴木誠也ね、交代してたからね、秋山、加藤、うん、万波、だから1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12、13、14、14人が、うわ、ほぼ半分入れ替わりました。だからさ、はい、まあ別にこれがどうっていうのもないけどさ、うん、みんなのさ、はい、もし明日だったら、はい、30人、うん、だからピッチャー15、うん、ね、まあ、15って言っても大谷が入るからね、はい、まあ、14みたいなもんだけども、うん、で、ピッチャー15、キャッチャー3、はい、内野8、外野4の、うん、で、このポジションも考えて、はい、それでちょっと考えてほしいね。そうですね、あと、うん、この人を入れてほしかったとか、うん、そういうコメントとかもいいですね、うん、でも入れてほしかったって誰か外さなきゃいけないからね。いや、そうなんですよ、外す人も書いてやらせたいですね、うん、これこの人に代わりましてこの人はどうですかっていう、うん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 、まあこれも好みだから、はい、不正解とかないから。でも結構やっぱこれ今年セリーグ押してるな。セリーグやばいね、だって、うん、全員背だもんね。そうなんですよ、吉田がパーだけどもともとね、うん、大谷もパーだよ。あ、まあね、秋山選手もともとパーですよね。でもベンチ全員パーだからね。あー、ユーティリティが多い。あ、うん、あと真ん中に期待したいね。そうですね、うんうん、守護神全部パーだよ、増田、松井、田中。あ、本当だ。あ、確かにそうですね、うんうんうん、まあね、はい、このだから先発もね、先発から4か5、うん、はい、まあ、5だね、5、うん、ローテーション、はい、でリリーフ7、抑え3でね、うん、ちょっと皆さんもね、はい、ぜひ一緒にね、うん、楽しんで、でみんなのコメントを見ておーって思うから、はい、ポジションも買うね。ちゃんとチェックしますので、はい、出してください、はい、はい。